ヨネション TV トラでーす。どうもー。今ですね、大阪に来ております。そう、今年最後のインセクトディスカバリーの方に参戦しようと、実はですね、2日前から関西の方に来てます。で、2日前から来てるんで、ちょっといろいろね、他の店舗だとかいろんなところに行って撮影はしてきてるんですけど、まあそれはおいおい、また動画にしていくので、もしよかったらご視聴していただければと思います。まあその第一弾として、まあいつもの感じですね。イベントの中の様子だとか、まあいろいろお話聞けたらなと思いますので、じゃあちょっとね、まだ全然会場にはなってないですけど、行ってみたいと思います。それではレッツゴー。インセクトマングローブさんです。よろしくお願いします。先日はありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ。ちょっと今日なんですけど、ここブワーっと並んですごいですね、数が。もうこれ見てください。これからここまで何ブースですか。これ 1,2,3,4 ブース。ご苦労様です。設営も大変だったと思いますけど。あ、そうです。すごい。この中でちょっとおすすめの生態とか教えていただいてもいいですか。おすすめの生態ね、あの出してないけど冷やしてるけども、はい、いつものようにやっぱり離島好きやから、はい、今回成虫持ってくるの忘れて持ってくるのを忘れた忘れた時でも幼虫だけ三倉美山と奄美美山の幼虫はちょっと熱いんで出してないけど、はい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 、裏にあるんですね。裏にあって冷やしてる。まあ今流行りはオーベル。あ、いいですね、オーベルチュール。ガチャをしてもらったら金券が出るようになってるんで、はいはいはい、これからまだ2000円引きとか3000円引きとかで買えるかなみたいな。ガチャをすると得になるってことですか。そうです。ちょっと教えていただいてもいいですか。500円でガチャ行くと最低でも1000円に化ける。どういうことですか。おかしい。500円でガチャすると、はい、この生態、はい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 、が入った券チケットが入ってるか、はい、もしくは金券3000円券2000円券1000円券どれかが必ず入ってると。だから500円で1回回したら最低でも1000円の金券が出てきたり、例えばパラワーって書いたやつが出てきたり、じゃあまずはここを回してから買い物をした方がいいってことですか。1000円券は1生態に2枚しかでも使えない。そういうことですね。あ、なるほどなるほど。3000円が出たら、はい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 、3000円そのまま先ので言うても、まあどの商品で言うても、なるほど、そこから値引きになるというね。3000円は面白いですね。だから損はしない。確かに、まずはここを引いてからやった方がいいですね。それだったら、うん、じゃあちょっとなんか生態見せてもらってもいいですか。どうぞ。何行きましょう。何がいいですかね。インターメディア。これかっこいいです。あ、めちゃくちゃいいですね。95ミリです。うわ、95アップやけどね。まあ95って書いてるけど、はい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 、もうここが何とも言えんよね。何とも言えんすよね。かっこいい、僕の中でかっこいいクワガタのあの形、かっこいいクワガタトップ3に入るんで。トップ3、なるほど。インターメディアはこれワイルドですか。ワイルドです。ワイルドの95ミリですか。そうです。うわ、これはいいですね。一面全部ワイルド。あ、外国産ワイルド。ワイルドです。外産のワイルド。あとはスマトラ、まあ変わらんけどね、どれもサイズはそんな太くもないし、はいはいはい、でもまあまあ一応めっちゃ、 あ、いいですね、スマトラ。じゃいけんで、じゃあ負けた方が指を。そのノリいきますか。あんまり、あんまりね。まだまだダメですよ。会場前にそれで、血だらけになったら、大変なことになるんで。こういうのが、だからガチャをすると、ちょっと安めで買えるっていう。そういうことですね。面白いですね。イベントならではっていう感じで。そうです。イベントならではの位置を。あと、今日マットが1800円のが。これがまたお試し価格で、店頭では1800円、はい、が今日だけ1300円。1300円で、ケビューハム製ゼリー、はい、1袋50個入り300円。300円。300円。めちゃくちゃ安い。2袋までです、ね、もうイベントならではですね、これは。イベントならではです。はい、トラさんが
見ていた。そうです。これも冷やさずにそのまま、はい、常温でほぼ22、3度ぐらいでできる、それぐらいでやったら大丈夫。でもここもうちょっと熱なったらちょっと冷やすかもしれんけどね。はい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 、はい、ありがとうございます。これね、まあこれが第1弾の動画になるんですけど、あ、はい、また店舗の方にもお邪魔させていただいてまして、またこの後ですかね、動画配信させていただきますので、ぜひそちらの方も見ていただければと思いますので、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。インセクトショップ KMY さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日初出店ということで、はい、よろしいですか。はい、初出店ですね、はい、お店としては。こちらツイッターやられてる方見たことあると思いますけど、こちらですね。で、今日ちょっとなんかおすすめとか教えていただけると。おすすめですか。はい、おすすめはやっぱりこの大きな大きなカブトムシとクワガタの。かわいいですね。へえ、すごいな。これはくじで当たる感じなんですか。これくじの1等で当たりますんで。ああ、もうぜひ狙ってください。これ皆さん、生態とかも、ね、もちろん生態はもうこんな感じか、はい、ワイルドしかも今回はこちら、はい、あ、ワイルドなんですね、はい。じゃあこちらちょっと一つ見せていただいてもよろしいですか、はいはい、どれがいいかな。おすすめは、おすすめはもう背中じゃないですかね。背中、はい、じゃないですかね。ああ、いいですね。ですよね。うわ、しかもやっぱりワイルドだから凶暴ですね。これはいいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。で、今回ですね、実はこの後に動画で配信の方させていただくんですけど、はい、店舗の方にも今回私お邪魔させていただいてまして、はい、ありがとうございます、はい、そちらの方撮影してますので、めちゃくちゃ綺麗な店舗で、もう素晴らしかったです。ありがとうございます。なので、このまた何日後か分かんないですけど、そちらの方の動画も見ていただければと思いますので、よろしく。僕も楽しみにしてます。そうです。当日ちょっといらっしゃらなかったんで、本当に突撃しちゃったんですけど、すいません、ご対応ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。あ、そうだ、その時にちょっと一つ聞こうと思ってたことがあって、はい、KMY って何の略なんですか。あ、これですか。はい、いきますよ。感動、はい、満足、はい、喜び、まあ、これをテーマにお店作りやっていきます。ありがとうございます。はい、それずっとちょっと聞きたかったので、感動、満足、喜びですね、はい。はい、ありがとうございます。これはもしかして夢旅さんでーす。お疲れ様です。お疲れ様です。今年もやってまいりましたね。いやー、もう完走しましたね、インディス。完走しましたよ、2022。お疲れ様です。すべて大阪制覇しました。はい、じゃあ今回最後のね、そうです、出展されたこの答えを紹介していきたいと思います。行きましょう、トロさん。行きましょう、やっていきましょう。はい、シュルってやるのこれ。やっていきましょうね。やっていきましょうね、シュルエフェクトかけれるかな。いけるでしょ、行きましょう。はい、はい、じゃあいいですか、やってて。 OK です。行きましょう。はい、それではまずトラさん、夢旅路の個人販売分、はい、見ていきましょう。行きましょう。はい、動画見ましたけどね、私は。あ、そうなんですよね、はい、一応動画も出してるんですけど、まあ、せっかくね、はい、夢旅 TV さんの動画出れるってことなので、もう一回ね、はい、なんかお見せしたいなと思います、はい、お願いします。はい、じゃまずこっちからいきますか。はい、まあね、前回ほどなんかボリューム感じないと思うんですけど、うん、一応ね、まあなんか皆さん好きそうなこのスペキオススボゾンかね。あ、好きですよこれ。まな板刀とかじゃなくて、はいはいはい、ちゃんとこうベララベラですよね。なるほどなるほど、そこですよね、やっぱり大事なところ、はい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 、特徴がね、うんぬん感じのところで今回持ってきたっていう感じですね。はい、で、まあ、夢旅路今回おすすめしてるのがこちらですね、はい、ん、厳選ゲットの、はい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 、これ持ってきたんですよ、トラさん。ゆめさんやっぱホペは好きなんですよね。これなんと80ミリアップの80アップっすよ。いいっすね、見てください、これうわやばいっすよね。すごいね、これだったらまだまだこう大クマに負けないような。うん、顎すごいね。いいっすよね、これも。うん、こうなるんだ。こんな感じなんですよ、80アップ。でもレコードが 83.3 なんで、さらに大きいと。すごいな、やばいっすよね。こうなってくるんだ、この辺が。これが、うん、まあ来年
夢とくじが種親とかで使いたいなって思ってたんですけど、はいはいはい、今回は特別に特別に出しちゃう出しちゃうっていう感じで持ってきました。どこら辺かな、見応えあるの。トラさん、どこら辺ですか。逆にですか、うん、ちょっとここら辺出してよみたいな。そうですね、僕はあの、はいはい、豚股が結構最近好きなんで、あの動画でもちょっと見せていただいたんですけど、サヌチですよね。そうです、そうです、了解です。こちらのサヌチ二股、分かった、うん、これ後でね、あの声かけてくれた人には値段5,000円にかけて、なるほど、出すんですけど、トラさんはあの褐色タイプ好きですよね。褐色結構好きなんだけど、なんですけど夢旅路、このね、このブラックなサヌチが、うん、黒いツヤみたいなね、これが好きなんですよ。だこれが褐色タイプであれば、ツヤセアカやればって感じなんですけど、サヌチのブラック、これ固定できてるんですよ今。あ、そうなんだ。そうなんです。で褐色は褐色で持ってて、このブラックタイプはブラックタイプで持ってるんで、これかっこいいよね。これはこれでね、ありなのかなと。特徴が出てるやつはそうだよ、やっぱりね、お値段安いんですけど、まあ、これからも類で続けていきたいなって感じですね。あ、これ固定できてるんだ。はい、色固定です。イオネーション TV、 ここ今回前日に考えた福袋、はいはいはい、前日なの。前日に無茶ぶりで店長になんとか4つぐらいを用意したいと、お願いしたところ、なんとかギリギリで間に合ったそうです。この中身結構お得です。マジっすか、はい、これ一つが1万円です。けどなんかパンパンに詰まってるじゃないですか。めっちゃ詰まってます。で、まあずらっとここ来て出ました、はい、おなじみ昆虫くんですね。こちらですね、はい、まあ、1回1000円でやっておりますという感じで、はい、見てください、このさん、これ、これは前回と同じ感じですか。 その、そうです、スクラッチ、はい、一応まああのくじをね、はい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 、引いて番号で、この番号と合わせて持ってってもらうという感じなんですけど、はい、この量ですよ。この量と前回より 1.5 倍増しぐらい、今回持ってきてますので、うん、まあ、当たりもね、たくさん出るんじゃないかと思ってます。パッと見マグダレインとかね。そうです、そうです、マグダレイン、チベットのね、とかあとはまあ今回隠してる、マジでオーベルチュール隠してます。そんなとこにも、はい、でオーベルチュール売るじゃないですか、はいはいはい、でずっと言ってもらうと、どこ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 、6番に、うわ、中国黒ツヤシカも入れてあると。足の赤いやつ、そうです、そうです、この前見せてもらった、それも入っていながらも、いやこれ本当にちょっとこれ見るだけでも面白いね。どこになんか、そうそう、何があるんだろうってね、見てもらうのが楽しみかとで、なんかあんまりかぶりなくて、いろんなものバーッと出してるっていうのと、まあこのコンフキウスノコもね、あ、コンフキかっこいいよね。コンフキもここにねいるんですけど、これじゃあコンフキやってないんですか。コンフキね、あの一回失敗しちゃったみたいな、ね、あ、そうなんですね。昔なんかやってるなって感じしたんですけど、このアッコっすよ。もうなんか、なんだろう、スタイリッシュだよね。そう、なんかピラファとはまた違う良さがあると、で、この子見てもらった後に、やっぱり何やっぱり見てもらいたい、それがこちらでございます。あ、ヘラクレスパスコアリですね。これですよ、パスコアリ。トラさんのところもそろそろ浮かするんじゃないですか。浮かしてきてます。浮かしてきてます、うん、やっぱいいっすよね、これかっこいい。このね、何もないところがまたいいっすよね、うん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 、パスコアリなんかもね、今回即振りのやつをやってますので、これは一番ですね。これが一番です。なるほど、まあ、確実に持ってってほしいなと。けど番号が若ければ若いけどいいっていうわけではない、わけではないもんね。そう、前回やった時、なんかいいやつばっかりこっちにみたいな感じだったんですけど、なんかバラバラに、それは面白い。そう、なんか何がいいとかじゃなくて、バラバラにするともっとなんかいいの持ってってもらえるんじゃないかなと思って、今回こんな感じにしました。面白いな、はい、いや頑張ってるね、なんかいろいろ企画を考えて。いっぱい考えてます。まあ来年ねインディス来れるかどうかまだわからないので、まあ、今回ね最後かもしれないので気合い入れて、なるほど、来たって感じになります。じゃあなんか、はい、ゆめさん企画あついで なんかやりましょうよ。そういえばそうっすね、今年何もなんかトラさんとやってなかったんで、やってない。視聴者さんに、ラッキーな夢旅人と、トラさんのコラボ、福
福袋を年始に年明けですね。年明けやらないですか。やりましょう。やりましょう。じゃあ何個限定とか今回は、うん、まあ多分いろんな人バッと集まると思うんですけど、うん、これじゃあ、うん、ヨネちゃん TV さんのベースで福袋2個で夢旅路のベースで2個4名様にご購入できる福袋用意しましょう。やりますか。やりましょう。頑張りましょう。じゃあちょっと日にちと時間はまた後日。そうですね、お互いのツイッターとか、ね、YouTube で告知できればなと思います、うん、オッケー。じゃあやっちゃいましょうか。はい、しろさん喜んでくれると思います、うん、はい。じゃあすいません、ありがとうございます。頑張ってください、はい、最後の今年最後のインディス。はい、しろさんも撮影頑張ってください。ありがとうございます。お疲れ様です。ワンインアミリオンさんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。2週間ぶりで、はい、また来週も頑張ります。よろしくお願いします、はい、今日はまたちょっといろいろいますけど、おすすめを一つ二つ教えていただけると。結構ミャンマーだとか、あ、そうです、ね、持ってきやすい時期になりましたからね。そうですね、うん、まあ、ライトスだとか、あ、ライトスミヤマ、めちゃくちゃかっこいいですね。あ、めちゃくちゃ好み。綺麗です。綺麗ですね。ライトスミヤマですね、これ。あ、ミヤマの特徴がすごい。そうですね。うん、ちっちゃいけど。まあ、海南鹿。あ、海南鹿って色、赤いですよね。色がめっちゃいいですよね、うん、これ。タヌキの赤いやつ、ね、うん、でまたしっかり顎が、この色めちゃくちゃ好きだな、渋くていいですよね。ディディエルそこそこの、あ、ディディエル、あ、でかっ、78、うお、ちょっと待ってくださいこれ、ちょっと待ってくださいよ、見えるかなこれ。乗せたくないな。この DDL やばいですね。もう一個も77とかな。はい、マットシークで、ね、マットシークですか、はい、うわ、今回はシカ、ミャンマー、この辺を重点的に。なるほど、中国シカラとか、はい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 、ユダイクスも小さいんで、はいはいはい、安いですね、はい、ユダイクス安っ。まだまだあるんですけど、まあ、すごい数ですもんね。必死です。必死ですか。はい、毎回必死です。全力投球ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ヨネちゃん TV、 Rファームさんです。よろしくお願いします。いいですか、お話を聞いても。今回はもうガラガラですか。そうです、ガラガラのみ。昆虫すごいですね、これヘラクレス、エレックス、マルス、あ、けどここに下の方はちょっと即ぶりくんとかあるじゃないですか。あのこちら金賞産卵の店長のマークがついた。結構見ますか。これって河原なんですか。これ平竹です。平竹なんですね。だからもう普通にあのボークワとか、はい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 、なるほどなるほど。そうか、昆虫くじの景品にはこの椎茸は入ってないですね。入ってないです。これはね、ご購入いただきたい。ああ、これぜひちょっと僕も食べてみたいと思ってるんで。お茶また。はい。ああ、いやいや、購入させていただきますので、また後でちょっとこれ。はい、皆さんは PC サイトでお求めもいただきますんで、あ、ぜひ。ぜひぜひ。瀬戸内椎茸。そうですね。岡山農園さん。品種がちょっと。はい。温度変化があったのか、ちょっとキノコが出てしまってまして、はい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 、今もうアウトレット価格で。あ、そうなんですか。あ、本当だ、安くなってる。結構出てるやつが多いんで、はい、EC サイトも今日の夕方ぐらいから全部アウトレット価格になってます。あ、なるほどなるほど。なんでもう、そうか、この動画が出る頃にはもしかしたら売り切れてる可能性もありますけど、かもしれないけど売り切れてない可能性もあります、はい、ぜひぜひあの一度ね、深山農園さんのサイトに行っていただいて、ちょっと見ていただければと思いますので、はい、
じゃあすみません、ありがとうございます。ロゴが新しくなったネクサスさんです。よろしくお願いしま す。すごいこれ、そう新たにデザインされて、はい、ロゴ作って、もうカブトとクワガタで、はいはい、家族全員お揃いで作りました。いやいいっすね。今回ちょっと今回おすすめを、おすすめ生態ちょっとブースがたくさんあるんですけど、今回3択使ってて、はいはいはい、生態いてるんですけど、まあ、今回はですね、この奈良は川西、あ、はい、これはもしかして関東奈良の、はい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 、なんかさせてもらってるんですけど、ちょっと多分今奈良クワさんしか、はい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 、してないと思うんですけど、関西で唯一ネクサスで出させてもらってるんで、見せてもらってもいいですか。はい、わこれで 82.6mm、 82ですか、はい、80すごいな。そうですね、バランスがいいですよね。うん、綺麗綺麗、やっぱ大桑だって綺麗ですよね。そうですね、厚みもあるし、うん、はい、もうこれが買えるのは関西では、そうですね、関西ではうちだけなんで唯一、はい、ぜひお買い求めください。うん、あとはこれ多分前回も言いましたね、新版の、今回も新版のマントファミリア、正吉くんの、でこれが今うちでも産卵、はいはいはい、結構使ってて、外国産ミヤマーで、この前はインターメディアも、インターメディアも、インターメディアもこれで60以上出てきたんで、はい、もう基本的にどの種類でも今のところは産卵させてですね、やっぱり本当万能マットだ。で今日も数量限定で持ってきてますんで、あ、まあ、もちろん店に来てもらえれば、うち関西でもう、あのうちしか置いてませんので、はい、ぜひお願いします。ぜひお店の方にも、はい、ネットショップもオープンしてますので、お、はい、手広く、はい、まだネットショップの方も、はい、あの遠方の方も買えるようにしてますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。それからそれからインセクトスターでーす。もう始まっちゃうから、ちょっとお願いします。はい、おすすめファベール、はい、あ、ファベール、ファベール、この子ファベールね、オスがいないっすよ。なオスがいないっすね。これすごいっすね。これなん、これなんすか。これのチームでぬいぐるみさえ買えようかな。ぬいぐるみさえ。国産カブトですかこれ。国産カブト。すんごい太いじゃないですかこれ。極太ケットですか。ほらいいです。あ、これいいや、これ。りょうくんが。オスファンしかおらんから。ユーダイセントウルーユーダイエレファスですね。これめちゃくちゃかわいい。もうペットペットペット感覚です。あー入ります、入場頑張ってください。終わったら打ち上げですよ、いつものねお願いしますチャンネル登録してね、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね